い、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、毎週エージェントウィーク20の試合編ということで、試合の方やっていきたいなと思っております。そしてウィリアペリアルアル忘れてました。ウィリアペリアルアル行きましょう。今日はこちら、イスコさん、マジ神さん、エースとゴールキーパーの調子が絶不調の時の絶望感半端ない。はい、これは間違いないですね。やっぱり特に大会とかで一発勝負の時にマジかよー、この選手絶不調かよってなるとめちゃくちゃへこみます。はい、ということで、試合の方がっつりやっていきたいなと思っております。はい、で、今日もですね、まあ前週も今回もですね、ちょっと補強の方はできなかったので同じようなメンツでやっていきたいなと思うんですけど、今シーズンレベル5の勝ち点9までしっかりいっておりますので、まあ昇格は確実ではあるんですけど、しっかり今週も勝っていきたいなと思います。ではですね、潜っていきます。さあ、今週はどんな、ドラマのある展開になるのか楽しみにしながら見ていきたいなと思っております。さあ、お相手さん、よろしくお願いいたします。ゴールデンボール FC ということで、直訳するとちょっとまずい感じになってしまうんですけど、さあよろしくお願いいたします。さあ、星3ですね。お互い星3で、おっと、10は絶好調ですが他が結構きついということで、ちょっと変えていきましょうか。じゃあ、久しぶりにオマルスタメン、いやでもオマルちょっと外せないな。オマルは外せないので、ベラが左ウィングできるのか。じゃあ、セルビとベラまず交代しましょう。はい、ここ変えていきの、あとは、ベゴビッチとビアニスキ変えましょうと。で、まあ、リンデルフそのままで、ワニャマもそのままかな。ザゴエフと、ワニャマ変えましょうか。じゃあ、でもワニャマはな、主張でも結構使えるから、まあ、これでいきましょうか。はい、このチームで行きましょう。ちょっと不調多いですけど。で、お相手さん、おー、ジェコが輝いてるな。まあ今 CL でもノリに乗ってるローマのジェコ、いやーちょっと怖いフォーメーションですし、ジェコが輝いてるなというところでやっていきましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。今週も始まっていきました。はい、で、まあまあまあしっかり勝っていきたいなと思っております。あとはスパサブね、いつ出すかというのも楽しみにしながらぜひ見ていってください。で、今日はですね、まあいろいろありましたね。先週はまずはやっぱりこれじゃないですかね、サプライズのお話。サプライズびっくりしましたね。僕もなんかあの日ちょっとたまたま出かけていて、外で、駅の待ち、電車の待ち時間だったかな、電車の待ち時間でツイッター開いたら、ヒカクさんこんなの来てるんですけどみたいなツイートが届いてて、いやーなんだろうと思って画像を見たら、なんかすげえプレゼントの予告、サプライズ予告みたいな動画が貼ってあって、いやーマジかと思って、あれはびっくりしましたね。まああれどんな感じで出るか、まあ僕もそうですし、いろんな実況者さん、おもちゃさんとか僕くんさんとか、予想動画出されてましたけど、まあどうなるかですよね。あんだけハードル上げてるので、さすがにいいプレゼント来るんじゃないかなと思います。はい、まあ動画でも話した通り、おそらくログインボーナス形式で、例えば1日目コインとか、2日目 GP、 3日目、おっと待ってー、失点していく、金玉 FC に失点していく。まずいな、これちょっともう、体育のサッカーみたいにごちゃごちゃなって、最後は、ループうまくやられたのかな。いやー、決められてしまう。これはちょっと痛い出だしですね。しっかり取り返してもらいたいなと思います。はい。で、まあ、話戻すと、まあ、予告ですね。あれは多分ログインボーナス形式で来て、まあ、コイン、1日目コイン、2日目 GP、3日目、なんだろうな、契約更新チケットとか、で、最後に黒確定とか、そんな感じの流れになるのが、妥当なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あとは予想というか、まあ、希望というところで、おー、ナイッシュー、素晴らしいジュバ。いやー、足元もね、地味にね、しっかり決めていきますね。そして、記念写真を撮っていく。素晴らしい。さあさあ、ジュバー素晴らしいですね。これクロス上げたの誰だろう。ここはオマルからか。いや、やっぱオマルのこのためから、ベラからのジュバーかな。はい、素晴らしい。オマルここテクニック見せてますね。かっこいい。やっぱり心臓はね、この選手ですよ。素晴らしい。はい、ということでありがとうございます。さあさあ、まあ予告の話はこんな感じかな。あとはちょっと今、4月16日に撮影してるんですけど、これからですね、まあ何のガチャ来るか楽しみかなというところなんですけど、 CL? なんといっても CL ベスト4には期待したいですよね。まあリアルとしては意外な結果だったと思います。まさかローマがあそこから逆転するとは僕も思ってなかったですし、いやすごかったっすね、あれは。まあ特にやっぱりあのマノラスの気迫、3点目決めた時のマノラスの気迫は半端なくかっこよかった。まあ惚れ惚れしちゃいますよね、あんなのやられたら。いやすごいなと思って見てました。でも
まあね、バルサファンからするとまさか、まあボーナスステージとまでは言わないですけど、あそこまあさすがにこれ突破するでしょっていう考えの方が8割以上だったと思うので、バルサファンには本当に心苦しい結果になっちゃったのかなと思っておりました。はい、まあまあまあ、でもそれも含めてサッカーは本当何が起こるかわからないというのが、試合だったかなと思います。あとはあれですね、ゆうべとレアルも最後までちょっと分かんなかったですよね。まあ最後のあの PK は結構物議かもされてましたけど、まあ僕もそうですし、結構ツイッターとかで見てる大半の意見は、まああの PK は妥当なんじゃないかと考えてる方が多かったですね。おっと、チャンス。さあ、いいね、ベラ。さあ、今日先発のベラからジュバ。いやー、ちょっとそれは厳しいかな。はい、ということで、まあ CL は楽しみにしながら、まあリアルの準決勝の組み合わせも決まって、レアルバイエルンも楽しみですし、まあウイレとしてもいろんなガチャがそれに合わせて来てくれたら面白いので、ぜひ期待して待っていきたいなと思います。ということで、さあ今日は、はい、1-1、前半はですね1対1で終わっていきましたので、後半しっかり見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ前半はいろいろ攻めていたと思うんですけど、まあちょっとオマルが今回不調ということもあるので、早めにですね OMF 変えていこうかなと思います。ここにペロッティ選手ですね、入れましょう。これで、後半スタートしていきたいなと思います。ちょっと良きタイミングでウイングとか入れ替えていこうと思うんですけど、まあ一旦はこれで行きましょう。ということで、前回ですね、ちょっとマイシエージェント試合編の時に、ウィーク19の時かに、なんか話題があればぜひコメントしてくださいというところでコメント募集させていただいたんですけど、そこでですね、いくつか質問来てたので、せっかくなのでそれ答えていきたいなと思っております。はい、で、まずはですね、 P チャンネルモンチさん、はい、待ってました質問です。無課金赤どうなりましたかということで、無課金赤はですね、ちょっと全然できてないです。時間的にもそうですし、なかなかやっぱり、まあ時間的なところが大きいかな、なかなかできていなくて、まあ無課金赤はやっぱり無課金で集める選手集める楽しさもあるので、やりたいなと思っているところはあるんですけど、なかなか手つけられてないです。申し訳ない。まあ手つけられたらしっかり動画にも出していこうと思いますので、気長にお待ちいただけると嬉しいなと思います。はい、で、あとはですね、シンポタクさんかな、これは。はい、タクさん、GP を多く稼ぐ方法を教えてくださいということで、まあこれいつか動画に出したいと思ってなかなか動画にできてないんですけど、まあ GP を多く稼ぐ方法っていうのはすごくシンプルで、基本的にはですね、契約更新料という支出がウイレアプリにおいてはすごく大きいので、それを減らしながらイベントとかオンチャレとかいろんなものをやっていくというのが、やりやすい方法になるかなと思います。はい、ということで、実はですね、今ジュバの得点決まったんですけど、なんとですね、今ちょっと来客者がありまして、ピンポンという音で、ちょっと焦ってですね、ちょっと飛ばしてしまったので、後でちょっとハイライト見ていきたいなと思います。すいません。はい、ということで、ジュバの得点5から始まります。はい、で、ごめんなさい、契約更新料の話ですよ。あ、 GP を多く稼ぐ方法の話ですよね。で、そこで言うと、基本的にはですね、やっぱ契約更新料を減らしながらイベントを稼いでいくというのが重要なので、例えば僕も最初はそうだったんですけど、とにかく黒玉を入れまくってオンチャレやるとかイベントやるとかっていうのもまあいいんですけど、その分ですね、やっぱり契約更新料、日々の支出が大きくなってしまうので、それをですね抑えるために、例えば金だけど結構優秀な選手とか銀だけど優秀な選手みたいなところを、うまく使っていただくと、かなり GP の、貯金の効率性変わってくると思うので、参考にしていただきたいなと思っております。はい、そんな感じですかね。まあ詳しくはまた動画にまとめたいなとは思っているので、ぜひぜひ、まあちょっと気長にこちらも待っていただけると嬉しいなというところです。はい、で、もう72分になってきているので、ちょっとチームだけ変えていきましょうか。で、そうだな、ジルーをせっかくなので入れましょう。ジルーとジュバ、ちょっと絶好調なので変えづらいんですけど、変えていって、ウェルベックも変えていこうかな。ウェルベックいつも分かんなくなっちゃうんですけど、左ウィングできるので、これで、はい、これで 2枚投入して、一気にスパサブ3枚で攻めていきたいなと思います。で、あとはですね、なんかあるかな。あとあれだ、もう一個来てたのが、ヒカクさんの初体験と好きな体雑談希望ということで、ちょっとスルーしようか迷ったんですけど、ちょっとスルーしきれなかったということで、まあ、初体験と好きな体は、になります。はい。まあ、ちょっと自主規制という形で、ピーオン入れさせていただきましたが、はい、10番ゴール、サンキュー。素晴らしい。いや、ジュバハットトリックじゃない？いやー、やっぱりね、絶好調ジュバやってくれますよ。初のハットトリックかな、毎週エージェントでは。いや、素晴らしい。
まあまあまあ、彼が間違いなくエースでしょう、このチームの。ここで勝ってジュバが1回拾って、自分で行く。はい、素晴らしいですね。はい、ナイスゴールだと思います。ということで、ここでですね、ジュバ交代。これは多分スタンディングオベーションで迎えられたんじゃないかなと思うんですけど、さあスパサブコンビしっかり決めていきたいですね。ここからはちょっと試合見ていきましょうか。はい、まあワニャマ、まあスパサブの誰か決めてほしいですね。せっかくならこの前ほど爆発はしないかもしれないですけど、まあ1点でもしっかり決めてもらえたら嬉しいなというところで、はい、いや、はい、ナイスキー。ベゴビッチも結構止めてる印象ありますね今日。ベゴビッチはなかなか毎週エージェントではスタメンになれないんですけど、とはいえ僕オンチャレではかなり使っててすごい止めてくれます。優秀だなと思ってました。さあアロンソ、いいですね。ペロッティ抜け出していけるか、いけないか。今パスちょっと普通に持ってってもよかったかもしれないですけどね。まあウェルベックちょっと活躍、ウェルベックとジルーまだなんか存在感見せられてないですね。まあちょっと試合そもそものプレイ時間がまだ10分ぐらいなのであれなんですけど、さあ出ちゃうか。これで終わりかな。多分ワンプレイやらせてもらえないで繋いだら終わりかなと思います。はい、ということで、3対1なんとか勝利することできました。まあ試合内容としては結構お相手さんにも攻められてたんですけど、まあベゴビッチがそこはうまく守ってくれたかなというところで、うまくカウンターで攻められたなと思います。で、ちょっとですね、ジュバの2点目がうまく見られてないので、見ていきたいなと思います。ここの失点から始まりましたね。このごちゃごちゃの失点から始まりの、これ良かった。はい、オマルのね、あそこ良かったですよね、すごく。で、オマルからの、ベラからのジュバ、素晴らしかったと思います。そしてはい、これとかベゴビッチ本当ナイスキーでしたよね。これ素晴らしい右手一本。そしてジェコのゴールも、あ、これはまあうまく外れてくれたという感じですね。で、50分ですと。で、この後ジュバかな。お、バレンシアのからのアシストか。素晴らしい。この体勢からこのコースに打てるのはやっぱり絶好調のジュバですよね。いや、素晴らしいですね。さすが。ジュバ愛用してるだけある。そして最後と。はい、ということで、今週も3対1で勝つことができました。まあ、選手評価は間違いなくジュバですよね。8.5。あとは 6.5 以下か。ちょっとなかなか評価ジュバ以外上がらなかったかなというところですと。ということで、今回ですね、動画以上で終了していきます。また来週ウィーク21でお会いしましょう。じゃあね。